もう目覚めたか。どんな感じなんだね、結び目からの帰還というのは。落ち着け、俺は医者だ。と言っても元は観察医だが。俺はデッドマン、死者とは仲良しだ。だがもちろんあんたと違って一度も死んだことはないが。それは取らない方がいい。俺の専門ではないが、それがあんたを守ってくれるはずだ。ほら、囚人ってわけか。手錠ではないよ。これは最先端のガジェットだ。我々をつないでくれる。我々？あんたたちは。そうだ、ブリッジズだ。未来への架け橋、あるいはそう、絶滅への延命。それでここは今は何時だ？いいか、皮膚に装着してみるんだ。こうやって。落ち着け、手錠端末があんたの肉体とつながるぞ。見てみろ、そいつがあんたを24時間監視する。いや、そいつで我々がサポートする。あれから2日も。いや、その間にあんたの特殊な体液を採取させてもらったよ。あんたは機関車、特別な存在だからな。死体処理班はどうなった？セントラルノットシティはボイドアウトで全て吹き飛んだ。ゲームオーバーだ。巨大なクレーターになった。コンティニューできたのはあんたが接続していた不良品のブリッジベイビーだけだ。あのベイビーは？あれは機能を終えたから廃棄処分にした。残念だが、みんな消滅したよ。あの死体処理班だけではない。俺の部下も、我々の本部も、フレデフォート、つまりセントラルノットシティも。おかげでこのキャピタルノットシティことサドベリーの支部が新しく本部に格上げになった。ブリッジズの実行部隊もほとんど失われた。あれから2日間が経過してはいるが、混乱はまだ収まっていない。ああ、幸い長官と支援部隊はボイドアウトを免れたんだ。だから指揮系統はまだ生きている。起きたばかりで悪いが、あんたに頼みがある。それが機関車のステンシルかね。ああ、ところでそのあざは？洞窟で女に捕まれた。なるほど、アフェンフォズムフォビアか。それで一人、いや距離を置いているのか。よく覚えておくよ、サム。そう、急を要する配送があるんだ。大統領のところにモルヒネを届けてくれ。大統領？もう合衆国はない。セントラルノットの市長か何かか？いや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 、市長ではない。アメリカはまだ生きている。大統領は末期癌で危篤状態にあるが、まだ我々の世界につながっている。なぜ俺が？行けばわかるが、あんたには届けるべき理由と責任がある。あんたが行けばいい。俺はここにいないんだ。すまんな、これはカイラルグランだ。だからこの涙は
カイラル通信によるアレルギー反応だ。本当の俺はこの先の隔離室、三角の建物にいる。薬はここだ。ブリッジズとのフリーランス委託契約だ。サム・ポーター・ブリッジズ。薬なら隔離室にもあるだろう。本当の狙いは何だ。正直に言おう。大統領があんたに会いたがっているんだ。アメリカ最後の大統領があんたを待っている。それでいい。では後ほど隔離室で会おう。モルヒネを隔離病棟まで届けてくれ。スキャンを開始します。いってらっしゃい。サム、手錠端末で地図を見てみろ。隔離病棟の場所が分かるはずだ。目印をつけたりルートを考えてラインも引ける。自分で試してみてくれ。サム、俺だ。デッドマンだ。目的地の方向はコンパスで確認できる。目的地が分からなくなったらコンパスで確認してくれ。再建派にとって最大の都市だった。ストランド大統領は療養のためセントラルを離れていた。それに同行していた俺たちもだ。
バイタルデータは全て低下しています。回復の兆候はないと。はい、残念ながら。そうか、我々も準備をしておいた方がいいかもしれない。サム、俺だ、デッドマンだ。すまん、そうだったな。大統領の容体が良くない。悪化している。ありがとう。彼女も少しは楽になる。これで最後にあんたと話す時間ができそうだ。彼女、合衆国最初で最後の女性大統領であり、そしてあんたの育ての親。その服では面会できないな。脱いでから中に入ってくれ。彼が大統領の右腕であり、ブリッジズの長官。ダイハードも。そうか、あんたは第一次ブリッジズだった。それじゃ紹介の必要はないな。こんな形で再会するとは皮肉なもんだ。お互い死ねない者同士だからな。10年ぶりの挨拶もなしか。大統領がお待ちだ。君のお母さん、ブリジットだ。意識も朦朧としているが、君のことはわかるはずだ。さあ大統領、サムが来ました。我々は外します。サム、久しぶり。よく来てくれたわね。元気だった？そう、恨んでも当然だわ。アメリが。アメリ。アメリが西に行ったのは知ってるでしょう。3年かけて大陸を横断したの。この国を再建するために。まだ再建なんて考えていたのか。本当はあなたに行ってほしかった。もう時間がない。アメリを助けて。あなたが必要なの。もう一度つながらなければ、アメリカを再建するの。また世界をつながなければ、人類はみんな滅びてしまう。
アメリカなんてもう誰も必要としてない。いいえ、孤立した人類に未来はないわ。アメリカの時代は終わった。それにブリジット、あんたはもう大統領じゃない。お願いよサム。あなたをビーチで待っている。あ、大統領。まずい。よし。先生、先生いいか、大統領が亡くなったことは公にするな。これが露見すればブリッジズは崩壊する。ここにいる我々以外誰にも口外するんじゃない。はい長官、遺体も処理しなければ。でもあいにく処理班が。それなら大丈夫だ。サム、君は大統領と最後の契約を果たした。何のことだ。君はブリッジズとなり、我々とアメリカ合衆国再建の任務を負う。また俺を縛るのか、ブリジットのように。ある意味それは正しいかもな。その手首の手形がその証拠だ。長官、大統領は全身を癌細胞に蝕まれていた。遺体を解剖することも臓器の摘出もする必要はない。一刻も早く焼却しないとネクローシスする。そうだ、早くしないとここもクレーターになる。俺にどうしろと。今すぐに動ける運び屋がいないんだ。死体処理班は全滅してしまったからな。そうだろう。だが大統領の遺体を焼却しなければ。キャピタルノットシティ側からの道路はボイドアウトで寸断された。残っているのは徒歩で登る山岳ルートだが、カイラル物質がたまるエリアだ。途中には奴らがいる。あんたにしかできない仕事だ、ドゥームスで機関車の。なぜ俺なんだ。サム、あんたはすでにブリッジズだ。配送依頼だ、サム・ポーター・ブリッジズ。
少しいいか。ブリジット・ストランド大統領はアメリカ再建の象徴だった。就任以来長きにわたって国家の再建を訴えた。そのための組織ブリッジズを立ち上げたのも大統領だ。本来なら手厚く葬儀を執り行うべきだ。しかしそれは叶えられない。彼女の死はアメリカの死だ。それは我々ブリッジズの死にもつながる。だからこそ大統領の遺体は隠密裏に運び出し処理しなければならない。隠し押せたとしてももう次の大統領はいない。アメリカの再建はない。サム、アメリカは死んではいないんだ。大統領は死んだはずだ。確かに彼女は死んだ。だが大統領になるべき候補のアメリカはまだ生きてる。何のことだ。そのことは後で話そう。分かってほしいのはブリジットが立ち上げたアメリカ再建計画を我々が実行するということだ。ブリッジズはそのために存在する。そのための第一歩としてサム、君は大統領の遺体を焼却所に運ぶ。また世界をつながなければ人類はみんな滅びてしまう。本当はあなたに言ってほしかった。もう時間がない。ありがとうサム。あなたをビーチで待っている。焼却所はここの南西だ。だが途中には BT の座礁地帯がある。焼却所は山に囲まれたエリア。カイラル物質が拡散し都市に及ばないようにな。かなり過酷な運搬になるが、君を24時間追跡している。何かあれば我々が手錠端末からサポートする。ストランド大統領はアメリカ再建の象徴だった。この国が分断し人々が離れ離れになってからも再びこの国が一つになることを諦めなかった。アメリカ再建を願う人たちも彼女を信じたからこそ希望を捨てなかった。我々はこの国の再生を信じている。アメリカはまだ生きている。ブリジットの魂と共に。
した耐えられる物質の洗浄異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。ありがとう。ID を確認します。ID 認証。クリア。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。ああ、やるしかない。We're a long way from home.
今日はいい日だ。ありがとう。助かった。
まない。焼却してくれ。これは BB28 死体処理班のイゴールが使っていた BB だ。あんたが帰還した時クレーターで見つけた。なぜここに？廃棄が決まったんだ。セントラルノットは消滅した。ブリッジズの本部もそいつがちゃんと機能しなかったからだ。イゴールのログにも残っている。まだ生きてるぞ。回復の可能性はない。ポッドから取り出しても生き延びることはない。かわいそうだが殺処分するしかないと判断された。長官も承認したよ。
じられない。すごい数だ。ネクローシス限界時間までに焼却できなかった PT たちだろう。そこは焼却所だからな。時運が止むのを待つか。無理だ。完全に囲まれてる。早くここを出ないと気づかれる。サム、奴らに食われるとボイドアウトする。あんたは機関車だから戻ってこられるが、その一帯はクレーターになるぞ。いい手がある。Thank you.